さん、第1ラウンド第4試合に行きましょうか。第4試合、まずはこの MC の登場です。スポットライト2022優勝、燃えるゴミ。まずは燃えるゴミの登場です。さあ、この燃えるゴミに対する MC はこの MC です。エンターダステージ2022優勝、ティータング。燃えるゴミ VS ティータングとなっております。それではこの2人が戦うビート DJ 材に聞かせてもらいましょう。ペコステイ。2022ランドチャンピオンシップファイナル第4試合はペコステージとなっております。さあ、それではこの2人の先攻後攻の選択コイントスをさせてもらいます。鎖のマークが出ましたので、ティータングに選択権があります。先行で。OK、それでは先行後攻立ち位置入れ替わっていただきます。すいません、先行後攻入れ替わっていただきます。それでは行きましょう。OK、第1ラウンド第4試合。先行ティータング、後攻燃えるゴミ、発祥節4本、レディー、ファイ。Yeah、 まだやってたのかって、まだ離れねえよこの MIC、 このバトルの現場のシーンひっくり返しで令和維新、あはわら出せゴミ会見だってな画面越し、そりゃノーだろ、後ろから中指立てたな、後悔させてやる後悔処刑だゴミ。後ろじゃなくて前からでも同じ、中指が開いしお前の目の前にこの MIC よ、お前にさせない大どんでん返し、 Yeah、 表と裏勝利一体で理解しときな、マイク握ってねえくせにやたらピーチクパーチク、うるせえよマダファカー。 Yo yo、 未だにチェックワンツー、現場に行ったら手に取るマイク、ヘッズは手のひら返す、お前は手のひらサイズ。Yeah, yeah, yeah. 桃太郎気取りか取り巻き、全員も取り巻き、エラなんでもいい、 yeah, yeah. でもサイズはきび団子、ダチがまず134、一寸帽子じゃねえから手のひらサイズじゃない、163センチ、お前の目には見えてない、だから現実見てからちゃんと言葉吐いた方がいい、靴もボロボロ新品履きね、スニーカーとスキルを磨きね、それができなきゃお前はラッパーとは言えねえ、ただのクソのバカだぜ。それは今日300万メイクマネしで買うから大丈夫だ、ボロボロティンバー誰にも当てねえ、この汚れすら俺になんだよな、わかるかなこの意味、泣いて泣いてまたラッパーになりて、俺も胸張って今日言いて、自分の女にお嫁においで、スニーカー磨いてねえの、金ねえとか時間がねえとかの言い訳にすんじゃねえよ、ラッパーだったら働いて買えよ、それができなきゃここに来んじゃねえ、キングを決める戦いだろう、お前どこ見てラップしてんだよ、気合入ってねえザコマダファッカー、シャバゾーと何も変わらなかった。 Yeah、
キュー、シャバゾンシャバゾンウィリフランボ、響くのサボーニャなら134、取り巻きも釣れずに裸一貫、後ろ連れてちゃバカらしいじゃんか。あーお前以外みんなそう心、結局見た目はジャンキー、中身やハートはネットヤンキー、まずは俺のライブでヘッドバンキン、ガタガタ抜かすな道明けの雑魚、トップオブザヘッド不規則のアート、これが芸術そして現実、後ろにつけてる仲間がいる、俺はバックには誰もつかねえ、ヤクザもチンピラも何もいらねえ、マイク一本で仲間と勝ち上げる、これがヒップホップフットミュージックだぜ。終了。はい、それではジャッジに入ります。先行ティータング、方向燃えるゴミ、まずは燃えるゴミ1ポイント。それではジャッジの皆さんお願いします。赤がティータング、青が燃えるゴミです。レディージャッジ。